千早、千早、千早。トーテブにできるスマホアプリを手に入れた女子高生の友達役なの。まさか毎回出てくる。千早、千早。好きや。好きや。ちはや、新田さ。え、何太一。あ、いや。あれ、そういえば太一知ってたんだよね。え、何。あら。ん。あらったが大学こっちに来るって。何かありますか。うん、鳩が。本当だ、白いのですね。珍しい。綺麗。なんか光ってるみたい。お腹に赤ちゃんいるのかな。嬉しいのかな。嬉しくて光ってるのかな。知ってしまったら細胞が全部入れ替わるような、そんな瞬間があるの。病院からの帰り道、光があふれて綺麗で綺麗で、思ったわ。昔の自分じゃなくなったって、新しいことが始まったって。胸が苦しいのはさっきの白玉のせいじゃない。でも白玉が食道に縦に詰まってるみたいな。どうしよう、顔が上げられない。うまく息が。どうしよう。ちはや、好きや。あやせ、僕さ、去年のクリスマスはみんな別々のクラス会だったじゃん。あれも楽しかったけど、友達少なかったから余計に思うけど、僕にはみんなで過ごせるの夢みたいだ。ここにいたらいいのにって思う人は家族なんだって。付き合いの長さも深さも関係なく。綾瀬。ん？新た、おかしい。絶対生きてるはずなのに。はい、もしもし。あなた、カネ！うわ、あ、ちはや、ほんなにひどくは。昨日から京都のおじさん家に泊めてもらってて、大みじんぐ行くつもりで、でも朝起きたら熱が。お大事に。見てる、ネットで。好きや。皆さん着席を。選手の皆さんもうすぐ入場します。あ、携帯電源切らなきゃ。電源電キュン。好きだって言われた日から、指先とお腹がいつもあったかくて変なんだよ。あなたのせいで変なんだよ。もし会えたら全部燃えそう。あなたのこと考えてる千早だけは。あなたは気が向いたら一緒にカルタしようさ。あなたは一緒に生きていこうさ。